ゆり橋は、長野県下見の地群栄村大技栄屋座、三つくり大技豊坂あざ横倉の千熊川に架かる、長野県道407号、長瀬横倉停車場線の橋町132メートルのトラス橋、桁橋。佳橋地点の地形を考慮して、旧吊橋の下流側に架橋することとし、形式は地形と景観を考慮し決定された。千曲川砂岩では、 当時の国道117号と交差することから、両側に福音のテーパーをつけた。架橋以前は、千曲がり川左岸と右岸上経由を結ぶ渡し船があった。1938年6月に架橋される。1941年11月5日に、鉄吊橋がアスカ組の施行によって架橋される。この橋は、橋長130メートル、福音3メートルであった。 これは1945年10月5日に流出する。1947年7月28日に再び、ヒトラスホ護ゴー釣り橋が加強される。1953年11月29日再び、加強され、1954年6月15日に、補修を受ける。このユリ橋は、国道117号市川バイパスの東。 大滝橋が架橋されるまで、栄村唯一の千曲川に架か,かる橋梁であったが、従前の木保護吊り橋では増大する交通に耐えきれず、老朽化も進行しつつあったことから、1958年度に永久橋係替がえが決まり、同年度着工、1960年度に竣工し、1961年6月1日に開通した。二千十九年の東日本台風により、 地球川の氾濫などの浸水被害が発生したため、災害復旧事業にて川崎の増大を目的として、上流側に、橋梁係が進行中である。ありがとうございます。